ではここからはそんな衣装に似合う背景に変えていただきました。え、なんで急にスクショタイムかわいい、なんてかわいいんでしょう。でも確かにこのグレーっぽい落ち着いた色合いが綿毛さんカラーでもありますよね。本当にこんな大きい画面に出していただいてあと恥ずかしいごめんね、許可もなしに勝手に出してかわいい、ありがとうございます飼い主はたまりませんね。こんなスタジオを一瞬でも綿毛さんが占領することができるのが嬉しいんですよということ、所蔵権、そうですね、綿毛さんも勝手に写真出されたら嫌かな。いつも勝手に写真撮って勝手にアップしてるんですけれどもねえ、ちょっとね、綿毛さんにおやつをあげて訴えられないように気をつけたいなと思いますということで、衣装と似合う衣装とぴったりの画像も出していただきましたではここからはお天気の情報に参りましょう。